ちてね、いやーやられたよと言いながら帰ってきましたが、まあ白星なんで良かったんじゃないですかと本人もね、その後は笑顔に変わりました。そうですか、なるほど。藤井アナウンサーのリポート、その張り手でおそらくこう逆にこう突き返さなきゃっていう気持ちがあってああいう形になったんでしょうかね。まあ、勝ては痛くないですよ。そうですね、土俵上は玉ノ島と岩木山です。7日目の幕内の前半の最後の取り組みです。木村和一郎が合わせます。ある岩木山、玉ノ島が下がりません。うまくあてがっています。逆に押し返そうという玉ノ島、引いた、もろ差しから首投げ、玉ノ島の勝ちです。攻めた岩木山、その突っ張りに館内も沸きましたが、勝ったのは玉ノ島です。玉ノ島勝って2勝目2勝5敗、岩木山敗れて1勝6敗です。ただいまの決まり手は首投げ、首投げで玉ノ島の勝ち。今日の向正面は立山親方ですが、立山さん、はい、岩木山の突っ張りに玉ノ島下がりませんでしたね。そうですね、よく手を下から手がって、岩木山の突っ張りを石の上だと思います。はいはい、こういうふうにこう突っ張りを下からうまくこうかわすのうまいんですよね。はい、そうですね、足も前後に開いてますし、はい、腰も下りてますので、それが相手の突っ張りをしのげたと思います。はいはい、ただここでこう2本刺されてしまうんですが、はい、そこはちょっとまあ脇が甘いかったですけれども、流れ的にまあよく捨て身ですね、はい、組み投げいけたと思いますね。はい、まあ今場所は相手の反則負けでですね、挙げた白星だったんですが、はい、これでまあ相撲で勝っての白星が出て、はい、そうですね、また気持ちも変わりますでしょう。そうですね、やっぱりこれで流れが変わってくると思いますので、はいはい、5敗してますけれども、まだなんて言うんでしょう、最後まで諦めずに頑張ってほしいですね。はい、そうですね、はい、明日は豊響戦、岩木山明日は琴奨菊との対戦が組まれています。九州場所7日目幕内の前半の取り組みが終わりました。土佐豊すくい投げ、豊響突き落とし、高見盛が押し出し、下取が畑き込みで勝ち。